上田和明は、愛媛県八幡浜市出身の元プロ野球選手。ロサンゼルスオリンピック野球の金メダリスト。愛媛県立八幡浜高等学校を経て、慶応義塾大学へ進学。東京六大学野球リーグでは、優勝に届かなかったが、4年時の1984年、春季リーグ総計戦で3試合連続ホームランを、放ち注目を集める。 同年の日米大学野球選手権、大会日本代表となり、さらに、ロサンゼルス五輪野球日本代表に選ばれた。リーグ戦、通算105試合に出場し374打数88、安打、12本塁打、39打減、打率、235、ベストナイン1回。1984年のドラフト会議で、明治大学広沢国旗、 武田光くんと共に、大学9回ウィッグ3と呼ばれ、武田のくじを外した読売ジャイアンツに1位指名され、翌1985年入団。1年目の1985年は、2軍でで51試合、288、3本の成績を残して、打率14位、1軍出場も果たした。ところが、続く1986年は、2軍で65試合、 155、3本と規定打席に到達しながら、最下位であった。1987年は、打率がやや盛り返し、2軍で49試合、253、0本で1軍昇格も果たした。1988年には、打率、299ながらもイースタンリーグ、最高出塁率を記録する。1989年には、 大学先輩にあたる藤田元次監督のもとで1、軍に定着する。6月8日の横浜太陽ホエールズ戦では、チームの勝ちがなくなる寸前の延長12回に、アウトから打席に入り、架橋光則から、勝ち越しとなる、プロ初ホームランを打つ。この打席は、代打が出されると思ってそのまま守備用のスパイクで、打席に入って放ったものであった。そのためか、本塁打を打った直後には、 打席で滑っている結局、体の線が細く、非力な打撃だったためにレギュラーを獲得することはできず、守備、代走要員としての起用が多かった。内野手登録だったが、この年は外野を守ることもあった。結局、1989年は、ショートの河井正宏が8月31日に投球を受けて骨折したため、上田がその代わりを務めたが、 同年9月29日に一塁ベースを踏んだ際に左足首を痛めて退場したため二軍落ちして10月のリーグ優勝時は勝路がショートを守っていた。1990年にはレギュラーの河合正弘が怪我でスタメンを外れた試合で代わりに多く起用され主に2番遊撃手として26試合に先発出場を果たす。同年は 日本シリーズでもアンダを放ったが、その後建成士となって、同年の日本シリーズ4連敗を特徴づける、シーンとして挙げられることがある。1991年には、7月6日の試合前、打撃練習中、投球を右手親指の付け根に受けて骨折し、二軍落ちとなる。この年は、5月25から28日の3試合で三塁手として、スタメン出場したが、 この年限りで対談した、両諦玉者は、対談直後のインタビューで、上田のサードなんか、なんで、でした。打てないし、故障もあったのに一軍だったと、この起用法を批判している。1992年にも、5月21日の試合前練習で、フリー打撃の打球を当てて、左矢後を骨折し、二軍落ちとなる。その後は、出場機会が減り、 1993年現役引退。現役時代放った本類が5本のうち、プロ1号を除いた残りの4本は、神宮球場のタイヤクルト戦で放ったものだった。その後も球団に残り用具係、スカウトなどを経て、2001年から2005年まで、内野守備、総類コーチを務めた。その後、フロント入りし、球団ウウェーブ査定室主任や、 編成調査室課長を歴任。2011年3月に二軍育成コーチに就任し、6年ぶりに現場復帰した。同年オフから2軍内野守備総類コーチ。2012年をオフに2軍内野守備総類コーチを退任し、その後は同級団の査定室長を務め、2018年7月からジャイアンツアカデミーの副校長に就任した。現役時代は、 出場機会こそ少なかったもののベンチでは盛り上げ役を買って出るなどムードメーカーとして当時の巨人には欠かせない存在だった。1990年10月4日に放映された世にも奇妙な物語秋の特別編の2作目、代打はヒットを打ったか。で、代打で出ていた打者は彼である。この作品では1990年6月10日の試合とそれを伝えた。 実際のプロ野球ニュースが使われている。劇中では、にアウト満塁で登場して、ホームラン性の当たりを打ったことになっているが、実際は一四万塁で登場して、ピッチャーゴロ閉殺だけあった。ありがとうございます。